皆さんこんにちは、木戸あかりです。皆さんこんにちは、高柳智代です。チップ&ダイスチャンネル第シーズン2第2回目シーズン2第2回目やってまいりました。で前回は、ゴミさん、池場さんをお招きして顔ついリアクションで遊びまして、シーズン1でもね、ね、そうゲーム自体も2回目で、ゴミさんと池場さんが来てくださるのも、シーズン1に引き続きまたゲストにいらしていただいたので安心感がね。ねえ。でもやっぱりなんかやるメンバーが違うと、なかなか内容も変わってくる ね。本当に雰囲気も、同じゲームでもまたね、しおりちゃんがそうだいたりとか、シーズン2になってからのいろんな変化も感じていただけたのではないかと思いますが、今日もね、また新たなゲームに挑戦しますので、お楽しみに。はい、ということでそれではチップ&ダイススタートです。改めまして、木戸あかりです。高柳智代です。チップ&ダイスチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。このお店の店長のメイ、野崎しおりです。しおり、しおり、今日もよろしくお願いします。よろしく。どうですか、私前回も頑張りましたよね。いい感じでしょ。すごいよ、やりやすかった。助かった。めちゃめちゃ助かった。まあ店長のメイだからね。さすが。やっぱり褒めないとダメなところあるよね。信頼の塊。今回もブンブン回していきたいと思います。はい、お願いします。それじゃあコーナーを始めましょう。ボードゲームで遊ぼう。よー。ということで今回のゲストを紹介します。はい、イエーイ。皆さんこんにちは、中井美月です。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、飯沼みなみです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちなみに中井さんはシーズン1で出演いただきまして、2回目のご出演なんですね。お久しぶりです。お願いします。あれからちなみにボードゲームとかって遊ばれたりしました？あの個人的に買ってはいるんですけど開封できてない。開封。あ、でも結構買ってらっしゃるんですか？そうなんです。一緒にやる人募集。やりたい、やりたい、やりたい。そんな感じです。そして飯沼さんは初登場ということで、そうなんです、よろしくお願いします。お願いします。ボードゲームとかって遊んだことありますか？私、ボードゲ大好き女なんです。おめっちゃ好きなんです、ボードゲー。もうしょっちゅうボードゲカフェ行って遊んでます。すごい、すごい、めっちゃ好きなんです。だから、これは今日出会えてすごい嬉しいです。嬉しい。あ、これ完璧な負ける予感。頑張ってくださいね。今回もですね、もしゲームの勝者が紀藤さん、高柳さんの2人のどちらかだったときは、番組がそのゲームを購入し、勝者の人にプレゼントいたします。すごい、絶対勝たなくちゃ。勝ってほしい。そしてですね、もし勝ったのがゲストの2人、中江さんか飯沼さんのどちらかだった場合、紀藤さんと高柳さんにゲームを購入していただき、勝者の人にプレゼントしていただきます。え、やばい。なんで2人に買っていただける？本当ですか？私たちが買う必要ありません。うるさい、うるさい。なんで、なんで、ボードゲームの発展のためにも、このお店の売り上げのためにも、そして私の生活のためにも、従ってくれないの？修理のためか。そうなんだ。そうよ、私は店長のメインなんだからね。早速遊んでいきましょう。今回のゲームはこちら、陽気なハニーガールと浮気なシュガーボーイ。おー、すごいタイトルね。え、初めてやるね。うん、初めて。じゃあ早速やっていくよ。はい。まずはですね、そちらにあるくどきカードをすべてシャッフルします。一番多いこれだ。はい、高柳さん、はい、シャッフルよろしくね。お、得意のシャッフル。久しぶりに見られる。見せてありますよ。見せて、初登場の飯沼さんに見せてあげて。見てます、飯沼ちゃんが。シャ、すごい。あ、お、お、お、あ、見えてる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 、見せないようにしないとダメなんだから。混ざった、混ざった。混ざったな。飯沼ちゃん、これがレビューだよ。混ざったな。いや、見られて嬉しい、また。ね、めくっているところで、キャシー役を決めたいと思います。はい、キャシー役はキャシーカードを目の前に置いて、他はボーイ役となるんだけど、決め方は、最近口説かれた人もしくはじゃんけんの勝者なんだけど。そんな話ある？いる？その話いる？じゃんけんで、はい、最初はグーじゃんけんぽい。おお、最初はグーじゃんけんぽい。おお、キャシー来てる来てる来てる。
シャッフル高柳さんがキャシー役なんですね。ゲームみたいになってきた。新しい。私がキャシーです。はい、キャシー役は好きなシチュエーションカードを他のプレイヤーに見られないように選んでおいてください。はい。そしてボーイ役の方々は、くどきカードを1人5枚裏向きでランダムに受け取って、残りは山札にします。みんなに5枚ずつ裏向きで配ってください。配ります。お願いします。すごい種類。ちなみに口説きカードの表はまだ確認せず裏向きのままにしててね。はい、はい、悩んでる。めっちゃ考えてる。あ、ありがとうございます。これは見ない。ありがとうございます。これにします。お、決めました。はい、ゲームの手順を説明するね。はい、準備が整ったらキャシー役は選んだシチュエーションカードを読み上げます。そして読み上げ終わったらカードを置いた瞬間からゲームがスタートするのね。なるほど。で、スタート後、ボーイ役のみんなは口説きカードを全て表にして内容を確認できます。やっと、はい、やっと。そしてそのカードの中からシチュエーションに合うような口説き文句を考えます。口説きカードは何枚使っても構いません。全て使う必要もありません。得点が加算されるわけでもありません。はい。そして口説き文句を思いついた人が早いもの順で、はーい、キャシーと片手を挙げてキャシー役に声をかけて口説いてください。口説く。ちなみに声をかけてから考えるのは禁止です。はい。また同時に、はーい、キャシーと手が上がった場合は、キャシー役の方がどちらが先か判断していいよ。はい、はい。そしてボーイ役が口説き終わったら、キャシー役はシチュエーションカードの裏に書かれているセリフ通りに相槌を打つか、アドリブで相槌をしてあげてね。その場合はサンキュー。サンキューボーイです。ボーイが手持ちのカードで思いつかない場合は、いらない手札を1枚交換して場に置き、山札から1枚引くこともできます。他のボーイ役はそのいらないカードですね、手札が場に置かれた場合、そのカードを手札に加えることが可能です。全員が口説き終えたら、キャシー役は一番良かった人を選んでキャシーチップを渡してください。キャシーチップ、これですね。クールクー ル, クールプラス2って書いてるのかな。はい、はい。まあ、このタイトル、浮気なシュガーボーイ、浮気なということで、彼女がいるんだね。みんなみんな彼女がいる。最後に口説いたボーイ役はガールフレンドに見つかっちゃって怒られてしまうっていうことで、マイナスのガールフレンドチップを漏れなく受け取れます。めっちゃ怒ってる。激怒ってる。はい、というゲームなんですけれども、はい、皆さん分かりました？はい、分かりました。はい、です。じゃあ準備が整ったら、キャシーがセリフを言ってスタートだよ。はい、はい、はい。では私キャシー呼ばせていただきます。お願いします。お願いします。はい、キャシー。おっと、そんな男より僕とデートしようよ。そいつより僕の方がほにゃららだからね。うわー、さあほにゃららお願いします。はい、おっと早い者勝ちだよ。はい、キャシーだよ。あー、早く口説かれたいな。はい、キャシー、カモンカモン。キャシー、おっと、そんな男より僕とデートしようよ。そいつより僕の方がグッドルッキングだからね。おー、はい、キャシー。はい、声が大きかった。飯沼さんに。やった。はい、キャシー。おっと、そんな男より僕とデートしようよ。そいつより僕の方が永遠に刺激的だからね。何がドキドキしちゃう。はい、はい。おっと、そんな男より僕とデートしようよ。そいつより僕の方が変態的なハリウッドスターだから。変態的なハリウッドスター。気になるけど。気になるけど。はい、ということで、まずは最後に口説いた中江さんですね。はい、ガールフレンドに見つかっちゃって怒られちゃうので、マイナスのガールフレンドチップを漏れなくどうぞ。そんなつもりじゃなかったんだ。一番良かった人を選んでキャシーチップを渡してあげてね。キャシー、この中で一番ときめいたのは永遠に刺激的な飯沼さんです。嬉しい。ハリウッドスターダメか。刺激はポジティブなね。なんか広がるけど変態はちょっと。はい、ということで、はい、今使用した口説きカ
ードは捨て札としてまとめておいてください。はい、もう使わないからね。はい、そしてですね、口説きカードがそれぞれみんな5枚になるように山札から補充してね。なるほど、はい、よいしょ、はい、よ、2枚。ちなみに6枚以上持ってる場合はいらないカードを捨て札に置いて5枚になるように調整します。山札がなくなったら捨て札をシャッフルして山札にすることができるので、うん、気にせずどんどん捨てていいからね。はーい、はーい。そしてキャシー役を時計回りに移して再びプレイをスタートします。おお、じゃあ私がキャシーです。はい、はい、これですね、全員がキャシー役をしたらゲームは終了となりまして、終了時点で最も得点を得たプレイヤーが勝者となります。おお、待ってね。はーい、はーい、はーい、じゃあ行きます。はい、はい。帰り道にキャシーがいます。かっこよく登場してみよう。うん、はーい、キャシー。ほにゃららほにゃららほにゃらら。かっこよく登場。かっこよく、いっぱいカード使いそう。みんなどうやって調査。はい、キャシー。はい、どうぞ。はい、キャシー。はい。アニュイ、パワフル、ベッドイン。ちょっと危ない。キャシー、キャシー、ちょっと待って、気を取られてた。キャシー、はい、僕のヒロイン、ローリングキス。え、いきなり？いきなり？ローリングキス。え、強いんだけど。じゃあ、すごい。紀藤さんお願いします。はい。はい、キャシー。ダーク映画のしなしなベーコンステーキ。わかんない、わかんない。あーね、知らなかった。ダーク映画なかった。しなしな、しなしなベーコン。しなしなベーコンステーキの話題を振ってきたんですけど、めっちゃ面白いじゃないですか。あれ聞かれてるもしかして意外とめっちゃ面白い。じゃあそうだ、じゃあまず私は、そうだ、あ、そっか、ガールフレンドのちょっと誰が良かったよ、私ちょっと本当にみんな好きなんですけど、だってアンニュイなパワフルベッドインでしょ。ベッドインやばいでしょ。ベッドインやばい、使わなきゃと思って俺の言い出しが。チオリン14歳なんだけど、これ見てていいの？チオリン聞かないで。あれあれあれ、ベッドインって何？でも私ちょっと一番グッときたやつ、ダークエイゴの。やっためちゃ面白い。はい、ということで次のキャシーは中井さん、お願いします。5枚になるようにみんな補充してね。5枚、楽しい。これね、いろいろあるね。手札が、手札に合ったお題が来ますように。はい、これにしようかな。じゃあ読みます。はい、お願いします。はい、キャシー、君をイメージした歌を作ったんだ、聞いてくれ。タイトル、ほにゃらららら。うわー、タイトル、むずい。スタート。え、ちょっと待って待って待って。へー、キャシー。なんだっけこれ。サンキューボーイ、違うわ。はい、キャシー。君をイメージした歌を作ったんだ。何？聞いてくれ。悲劇の、うん、テッカテカオーシャンビュー。やばい。何があったんだ、オーシャンビュー。はい、はい。はい、キャシー。何？君をイメージして歌を作ったんだ。聞いてくれ。いいわよ。サラサラ。テカテカとサラサラ。ウィンウィン。セクシーミラーボール。何？やばいな。すごいな。サラサラでウィンウィンのミラーボールって何なんだ。何なの？どんな歌なんだ。超気になる。痛くなっただろう。はい、キャシー。何？君をイメージした歌を作ったんだ、うん、聞いてくれ。いいわよ。ビッグスケール。ビッグスケール、ジューシー、ジューシー、マッチョ、マッチョ、フルスイング。キャシーマッチョだったっけ。一緒に筋トレしたあの日々を思い出してくれ。キャシーマッチョだった。やばい。でもとりあえず最後だったんで彼女にバレた、怒られた。なるほど、これはすごい。どうしようかな、全部気になる。聞きたい、聞きたい。できればその歌が聞きたいんだけど。はい、キャシーはどの曲なら歌いたいの？歌いたい、歌いたい。サラサラ耳、セクシーミラーボールが聞きたい。
んだ。伊藤さんのキャッシーで最後だよ。あ、そうか、一瞬やばい、ネバやばい、マイナスしかついてない。あ、私もやばい、やばい、私もとりあえず手あげなきゃ。手あげていこう。あ、全部聞きたいな。全部じゃあ、やった、読み上げます。はいはい、はい、キャッシー、何か困りごとかい？みんなからほにゃららって呼ばれてる僕に任せて。はい。なんて呼ばれてるんだろう。はい、キャッシー。どうぞ。はい、キャッシー。何か困りごとかい？みんなから、なでなで。なでなで？フルーティー。フルーティー？意識高い。プリンセスエンジェルって呼ばれてる。はい、キャシー、何か困りごとかい？みんなからムチムチ、キラキラ、ホットドッグと呼ばれてる。待って、やばい、ちょっと怪しい。いや、持ってるものまで。ふくよかな感じするね。健全だよ。はい、キャシー、はい、もう勝てる気しないけど、行きます。みんなからシュガースティックムクムクヘッドショット呼ばれてる。ムクムクヘッドショット。みんな怪しい。FPS 強そう。いやー、でもこれちょっと決まったな。いやー、強すぎる。パワーワード出ちゃった。やったやったやった。いや、かけられた。健全。何それ。キラキラが伝わってる。顔はされてないわ。顔はしきれてない。レイバー計算してください。はい、はい、高柳マイナス1。はい、キト、2マイナス1ということで3ポイント。2-1。私も同じく2-1です。同率1位ということで、今回はですね、じゃんけんで勝者を決めたいと思います。うるさい。ちょっと見たぞ。何ここに、ここまでやっといて、すごい頑張ったね。チーム戦なんだよ。じゃあじゃんけんは4人でね。ここで柳さんだったら、ほら、いいバランス。見返してやるぜ。でもゲストさんも強いですからね。頑張ろう。行くよ。じゃんけん、ぽい。うわー、あいこ、行こうでしょう。うわー、あい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 こうでしょう。じゃんけん、ぽい。あということで、今回の勝者は、チッパーマタイス。やったー、惜しかったー。本当に、ということで、2対1だと思ってね。ダメだった。危ない、助かった。こちらですね、リミアブランクスさんにゲームをお買い上げいただきます。ありがとうございます。お会計は、税込み2400円でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、以上、ボードゲームで遊ぼうのコーナーでした。ここでメールが届いております。はい、紹介していきましょう。ペンネーム、栃木のひばりさんからいただきました。ありがとうございます。ヤギちゃん、あかりん、こんにちは。こんにちは。番組の第2シーズン開始、楽しみに待っていました。嬉しい、ありがとうございます。さて、ボードゲームは基本室内でやるものが多いと思いますが、屋外でもできるボードゲームとかはあるのでしょうか。おお、自分は普段雨男ということはないのですが、なぜか僕が東京に出張に行くときだけ降水確率 80% をキープしています。なかなかだね。お二人は晴れ女だったり雨女だったりしますか。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。え、外でやるボードゲームって あるんですね。そう、力強くうなずいてる。なんかね、これからの季節暖かくなって、確かに、ね、お外でちょっとピクニック、ピクニックでもね、こう、美味しいものとか買って公園でみんなでワイワイなんて、めちゃめちゃいいじゃんね。絶対楽しい。あー、そうなんだ。え、雨女、晴れ女。
れない気がする。あそうなんだ、うん、うちも そこまでとは思うけど、でも晴れ女ではないのかなって思う。あ遊びに出かけようとするとね、うん、雨降ったりするんだよな。まあでも私も怖いから常に折りたたみ傘は入れてる。あすごい準備万端濡れたくない。まあ確かにね、そう準備してる段階で晴れ女ではないかもしれない。あ確かに見守れた記憶があるんだろうね。そうね、だからあれだよ、イベントをやる場合に、あそうだその日が雨だったら、うちらがどっちかは雨女で雨女の説がはい、はい、ということで、じゃあ今回は以上となります。はい、たくさんメールありがとうございました。チップ&ダイスではメールを募集しています。ふつおた、番組への感想、要望、このゲームをプレイしてほしいなど何でも OK です。うん、宛先は cc@limiablanks.jp cc@limiablanks.jp です。たくさんのメールお待ちしてます。エンディングのお時間になってしまいました。はい、中井さん、犬馬ちゃん、どうでしたか。いやあれは、くどきカードで全然変わる。確かにめっちゃ面白い。いや、でもパワーワード面白い。めちゃめちゃ面白かった。健全ですよ、健全パワーワードだった。私もうめっちゃ悔しい。欲しかった欲しかった。買って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 、あれ買って買って、あれいやいや、じゃんけんで勝った。じゃんけんのゲームとは楽しい。楽しかった。すごい楽しかったです。ぜひ、ね、またいらしてください。うん、またいらしたいです。よろしくお願いします。そして紀藤さんと高柳さん、今日のゲームはどうでした。いや私はもう結構いい調子でやれたんで楽しかったです。私はちょっと足を引っ張り続けて足引っ張られて今後に期待して伸びしろ伸びしろ伸びしろ今伸びしろしかないから、しかない今後ちょっとね。でも今回2回目にしてこう我々今のところ連勝してますので。そうすごい、そうなんです。すごい、そうなんです。なんとも言えないけどちょっとね、これからも勝ち続けていきたい、うん、頑張ります。はい、そしてお二人から告知はありますか。はい、じゃあ私から、11月の23日に中井美月ソロライブを行わせていただきます。お、はい、現在チケット発売中ですので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、今 Amazon プライム限定で、カンフーパンダ運命の拳のシーズン1が配信されています。ぜひ Amazon プライムに入ってる方見てください。よろしくお願いします。お願いします。お二人ともありがとうございました。ということで今回はここまで。お相手は看板娘の野崎しおりと、紀藤あかりと、高柳智代と、そしてゲストの中井美月と飯沼みなみでした。バイバーイ。バイバーイ。